MLB、ドジャース、ロッキーズ、日本時間21日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地、ロッキーズ戦に、1番、指名打者、で先発出場。初回の第1打席を迎えると、観客はスタンディングオベーションで、51から51、の異業を称えた。初回の第1打席に迎える際に、 ビジョンに本類だと盗塁の特別演出の映像が流された。観客は総立ちで大歓声。大谷は名前がコールされると一度打席を外し、ヘルメットを取って歓声に応えた。次軍のベンチでは同僚も立ち上がって拍手を送った。スタンドからは、MVP、MVP のコールが発生していた。大谷は前日19日、同20日。 ででのマーリンズ戦で前人未到の50本塁打 &50 盗塁の50から50を達成。その後、51から51に更新していた。注目の第1打席は左腕カイるフリーランド投手の前に空振り三振に終わったが、本拠地のファンはスーパースターを温かく出迎えた。